第七小隊の諸君、突然の招集すまない。諸君らに特別な作戦を遂行してもらう。内容は帝国軍に捕らえられた人質の解放だ。今回は私の独断で部隊を動かさせてもらう。司令部にも上申していないが、私が全責任を持つ。司令部にも届けずにですか？一体どうしてです？質問は許可しない。私の言う通りに行動してくれればいい。敵となる帝国軍部隊はファウゼンの廃山兵だ。郊外の一般家屋に武装して立てこもっている。作戦の目的は人質である民間人の全員救出、そして敵部隊を全員拘束もしくは殺害すること。敵部隊の隊長の名はゲルド、ヨルギオス・ゲルド。第一次ヨーロッパ大戦時に我が軍の捕虜を虐待し殺害した男だ。遠慮は無用だ。ゲルドだと？おい、まさか。ではすぐに出撃準備にかかれ。以上だ。バーロットさん、いつもと違う感じ。なんだかちょっと怖かったよ。無理もねえ。あいつはずっとゲルドに復讐するために生きてきたんだ。どういうこと？第一次大戦時、俺とあいつは義勇軍に招集された。ちょうど今のお前らみたいにな。そしてあいつは同じ部隊にいた仲間のフレデリックという男と愛し合うようになった。だがフレデリックはある日帝国の捕虜となり、敵隊長に無残な虐待を受け殺された。その隊長の男がゲルドってわけか。戦争が終わってもあいつは軍にそのまま残った。いつの日か戦いの場でゲルドに復讐するために。バーロット隊員にそんな過去があったなんて。それでは作戦内容を伝達する。敵の攻撃。
ってく。うん、その調子です。弾薬は足りているか。発見したよ。やったね。よくやった。さすがだ。やった！見張りを全員倒したぞ。よし、屋敷の中に一気に突入だ。人質を救出し、ゲルドを拘束しろ。お前たちはガリア軍。いつの間に。観念しろ、ゲルド。貴様の命運もここまでだ。貴様がゲルドか。民間人を戦闘に巻き込むことは条約違反だが。お許しください。故郷に帰りたい一心でやったのです。人質はもちろんいずれ解放するつもりでした。本当です。信じてください。黙れ。貴様のような奴の言うことが信じられるか。間違いなく貴様は人質を殺していたはずだ。貴様は裁きを受けなくてはならない。ヨルギオス・ゲルドを銃殺刑に処す。バーロット隊、捕虜を勝手に裁判にかけ処罰することは禁じられています。構わん。私自らが処刑する。全責任は私が取る。そんなことをしたら大尉は解任されてしまいます。それがどうした。私はこの男を殺すために生きてきたのだ。私がフレデリックにしてあげられるのはそれしかない。それしかないのだ。やめるんだ、エレノア。ダルコ、どうして、どうして止めるの。この男はフレデリックを殺したのよ。私たちのかけがえのない仲間を。無残に虐待されて死んだフレデリック、あなたは悔しくないの。かわいそうだと思わないの。もちろん悔しいさ。俺だってこの手でこいつを殺してやりたい。だがフレデリックはそれを望んでいると思うか。お前が罪に問われることを望んでいると思うか。あの頃三人でよく話したよな。平和で安心して暮らせるガリアを作ろうって。フレデリックはきっと今でもそれを望んでいるはずさ。ラルコ、お前が軍隊に残ってきたのはこいつに復讐するためじゃない。今ここで未来へ歩き始める自分を取り戻すためだったのさ。泣くなよ、エレノア。俺でよかったらこれからもずっと
見守っててやるからよ。やっと味方の陣地に戻ってこられましたね。一時はどうなることかと思いましたが、ガリア軍も甘い甘い。止まれ！何者か？ヨルギオス・ゲルド大尉です。捕虜交換で解放されて戻ってまいりました。貴様がゲルド大尉か。ダルクス人以外の民間人を人質に取ったそうだな。さらに一次大戦においては捕虜を虐待した罪で禁錮刑に処せられた。間違いないか？ええ、しかしそれは昔のことで。総司令官のマクシミリアン殿下は軍規に厳しい。今回の件、ことのほかお怒りだ。貴様はこれより軍法会議にかけられる。厳しい刑も覚悟しておくんだな。そんな。連れて行け。やめろ。離せ。やだ、死にたくない。俺はまだ死にたくないんだ。ねえ、ラルゴ、私のしてきたことは間違いだったのかしら。フレデリックが殺されてから復讐することだけを考えて生きてきた。でもあなたの言うように、あの男を殺してもフレデリックは帰ってこない。フレデリックが帰ってこないなら俺たちは何をすればいいと思う？俺はな、あいつの分まで精一杯生きてやるのがいいと思うんだ。それでよ、ガリアを平和な国に戻してやるのが俺たちのできることだと思う。そうだ、野菜を植えるといいんじゃねえか。野菜はうまいし栄養はあるし、おまけに色がいい。ガリア中野菜畑にしてやろうぜ。なんだよ。かぼちゃや人参だらけのガリアを想像したらおかしくて。いいじゃねえか。ん？あなたが後ろで支えてくれていたから私は安心して戦ってこられた。ラルゴ、ありがとう。おう。おお、なんだいこの雰囲気は。いや、あの、そう。はあ、はあ、ラルゴ、あんたもしかして。なんだよ。そこまで。第七小隊諸君の活躍で人質を無事解放することができた。隊員は直ちにランドグリーズへ帰還すること。以上、解散。はっ。